お前が先手だ。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ横歩取りよろしくお願いします。横歩取りの方はね、そうそう角道開けてくるんですよ。なんでゴリゴリ気にします。やり合いましょう。桂馬飛んで金ついて、さすがにないか。桂馬跳ねたらワンチャンあるんですけど、ちょっと今のタイミングではないですね。歩突きはいつも強襲するんですけどね。桂馬飛んでこないか。でもこのタイミングだったら飛車交換こっちが有利な気がする。飛車で取る。あ、マジ？そうなるのか。これでどうなる。金寄りか。金寄りでいいのか。2分30秒。これ取るの？取って。微妙じゃったか。角引きがあったわ。ちょっとやらかしてんな。飛車打ちには角引きってことでいいよね、多分ね。そういうことよね。なので、2分。ここから打ってみる。で、角を打ってみる、ここに。これどうされる？あ、金斜めに上がるか、これは。もしや。もしやそういうこと？違った。これは取って角成りでいいんじゃないですか。この銀どうされるんですかね。はあ、ははあ、なるほど。それはうまいな。うまいけど金寄りで、やはり銀が死んでないか。うわー、受けてきた。すげえな。ちょ、一回飛車打っとこう。飛車合わせてきたら86飛車なりとしましょう。うん、あ、それでいいのか。あ、それでよかったのか。1分30秒。ちょ、一回こうしてみる。これ何を、そうなるんか。で見て、どうなんですかこれ。角打たれてやばいかな。でも送りの手筋あるからな。これどうなんすか。まだ決まりきってないな、これ。まだ決まりきってないんですよね。1分。まあ銀打つしかないか。どこに行く。そこか。馬打って、馬打って、これ金寄りして金を取る手が詰めろですけど、これ勝ちですね。おっしゃ、ありがとうございました。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ6連勝、試験飛車よろしくお願いします。試験飛車か。来てくれるか。あ、来た。いけるマジでいける。ゴリゴリ金よろしくお願いします。さあやっていきましょう。ここに角打ちで角合わせてくるんですけど、もう一回角打ちます。これでどうですかね。角ついて
これも受からないですよ。これはただお前には物足りん相手じゃったかの。はい、ありがとうございました。三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、三段の銀戦法、これはもう角道開けてくる戦法なんで、これはもうゴリゴリ金で行くしかないね。行きましょう。さあ、何飛車ですか。居飛車ですね。よろしくお願いします。ゴリゴリ金よろしくお願いします。玉をちょっと囲いましょう。続いてこれは桂馬ピョーンとかどうですか。それで、あ、それでいいのか。あー、ミスった感があるぞちょっとミスった感があるんじゃないですか。まずいのでは。ちょっと整備していこう。とりあえずいや、あんまり良くなかったか、桂馬ピョーンは。まあ次歩突きがありますよというところですけど、2分30秒どうするかな。続いてみるか。あ、銀あげる。歩突かれる、歩突かれる。いけるいけるいける、大丈夫。歩突き歩突きは銀上げでどうですかって思ってるんですけど、とても綱渡り的な感じですとても綱渡り的な感じですね。これはこれ切ってくるぞ、おそらく切ってくる。まあここに打っといて、同銀は角打ちがあると思うんですよ。これでどうなんですかね。で、金守ってきたら割り打ちの銀があるんで、どうですか。割り打ちの銀2分。これこっちでいいんじゃないの。金銀だけで何ができるっていうんですか。怖っ怖いね怖いね、おお怖いね。うん、マジで怖いですねこれ。まあ飛車の横利きあるんで大丈夫だと思うんですけど、これ歩って、叩きの歩寄るってですよね。金打たれるで終わりか。どうすっかな。強者取る、飛車いじめられる展開だとは思うんですけど、1分30秒。これ下から強者打っておきましょう。一回避けますか。一回避けますか。一回避けてなんか出させてから放置ですね。なんか出しなさいよ、金銀どっちか。ほら出した、ほら出したって言ったんですけど、これもう一回飛車転換する手ある。結構嫌そうですけどね、このこれ、これどうされる。銀になってきたら歩成りします。これ歩成りして取って取るんか。1分。墨がありそうな雰囲気してるんですけど、飛車切りからありませんか。飛車切りからありそうな気がする。OK、
けど見えない。飛車切りからありそうだけど見えない。強者なりでいいのか、強者なりでいいんだろうか。まあ飛車打たれたら大丈夫ですね、合駒すればいいんで。あーそうですね、お前の勝ちだ。怖ー、詰みあったのかもしれないですね。飛車切りから、あ竜切りか、竜切りから4一竜切りから詰みがあったような気もするんですけど、ちょっと分かりませんでした。はい、ありがとうございました。